さあ続いてはやみつきです、今夜の女の子たち早速紹介いたしましょう。今夜の女の子なタレント仲良し4人組です。どうぞ。です。よろしくお願いします。ミランちゃん。はい。これ芸名？いや本名です。本名です。はい、ミラン。ミラン？はい。どういう意味？うん、イタリアのミラノに住んでたんで。いやらしいなんか。どうですか？どうですか？ミラノに住んでたから。じゃあミラノってつきりゃいいじゃないですか。ミラノなの。いやらしい質問なんだ。え、いつまでイタリアにいたの？5歳半までです、うん、でそこから日本、そこからはい日本とまたフランスに住んで。何なの、あら 何様なの好きな男性のタイプは切れ長で、うん、目が奥舞台で、うん、歯が大きくて白い人。あら俺じゃない。合ってるの。いやお前これでしょ。奥舞台今普通の時は一重だけど、うん、俺普段は奥舞台。これテレビ用に無理やり一重に。嘘つくな。どう考えてもさっきのが無理やりだろ。俺あ、はい嘘だ。まさきまいです。よろしくお願いします。まさきまい。まさきまい。はい。特技が？特技は新体操。あら。何やってたの？ボール？とリボン。リボン。はい。リボン。やってよ。リボン。あら。あんの？え、でも。こんな長いの？リボンって。これ長いですね。うん。長い。え？できんじゃない？所狭しと飛び回ってよ。そやな、なんか新体操。できないですよ、絶対。そう。投げてキャッチとかは？見る。低いな。低い。あ、難しいの。できんじゃん。あ、できた。こういうこと。こういうのできちゃった。で、これが新体操よ。何よ。もみです。よろしくお願いします。大人ですね。もうしっかりしてますね。はい。いくつ？24です。24歳、はい。よく行く遊び場が？遊び場カラオケとか最近行ってます。カラオケ。どういう歌を歌うんですか？今自分の携帯の着メロで使ってる曲があって。うんうん、そんなことはどうでもいい。どういう歌を歌うんですか？それを歌います。一緒に歌ってください。いや知らないよ。何歌うか知らないもん。サウンの夜空の向こう手拍子、はい、あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。あなんか拍手が無駄だったね。手拍子がね。あの質問ですが、24歳じゃないですか、ノースリーブは何歳まで着る予定ですか？その時に流行ってたらできるだけ着きたいです。私は22歳でノースリーブを卒業しました。なんでですかそれは。え、もうあの不快感を与えるから。気づいたのが人にね。そんなこと言い出したら今日のスカートだってちょっと僕不快指数だなって。マジで。これはこっからしてぐらいダサしい。これもう皮膚呼吸できねえよ。丸山千恵です。よろしくお願いいたします。はい、大人。大人。千恵さん。はい。25歳。はい。趣味とかあるんですか？趣味は詩を書いたりだとか。あったよ。見てるね。聞
詩を書くの、はい、どういう詩ですか、うん、車とか好きなんでちょっとドライブの感じで、うんはい、恋愛ものみたいな感じ、うん、どうぞ。いつもの駐車場でクラクション鳴らしながらいつものように手を振って、うん、でも今もしここで突然抱きしめてくれたら素直に好きって言えるのに32点。ありがちだね。じゃあ皆さんお席の方にお座りください。ヤミスキルール5つの質問で1問多くの票を集めた人が今夜のヤミスキクイーン。カナダスキー旅行5日での旅を目指して頑張ってください。頑張れ。さあ4人揃って仲良くいけるんでしょうか。1問目こちら。化粧落としたらこの子はヤバい、ズバリ今のこの顔は嘘、楽屋に入った時の素顔は最悪、化粧で隠された素顔の秘密を教えてください。面と向かっては言えない素顔の欠点をはっきりと言い合ってください。さあヘッドホンしておかけください。さあ、化粧を落としたらヤバそうなのは誰だと思いますか。まあ分かりやすく言えば4番かね。化粧で変身できてないタイプじゃないですか。うん、それかね、1番かな。1番あるね。1番だって目、あのね、あれマスカラとか結構濃そうな感じがするんだよね。あ、そう。2番あのまま。2番はない。2番ないよ。2番はね、中学ぐらいからもうあの顔だと思う。あ、そう。あ、いますね。おるじゃん、ああいう顔の中学生。うん、絶対言ったら顔が変わってない。うん。あ、私ね、ここで行こう、勝負しよう。1番。1番ミランちゃん。うん。俺3番。オーソドックスに4番なのかなと思ってたの。ダメだよ。変わってないよ。指さしちゃダメだよ、お前。今気づいたよ。気づいたよ。ただ大人だから気づいてないふりしてる。お前が私を選んだっていうのは覚えてる。呪いの詩書かれるよ。呪いの詩。黄金色に輝く髪の毛が一本ずつ抜けている。さあそれで発表していきましょう。化粧落としたらこの子はヤバい。1番後藤ミラン。マスカラ3度塗りとかしている。おお、すごいよ、すごいよ、私の観察力は。じゃあ次は、よいしょ。1番後藤ミラン、アイラインが濃いから。よいしょ。4番丸山千恵、年の分だけそれが、肌に。あ、これも。あ、すげえな。で最後2番、正木舞、顔色が悪いクマがある。こういうふうになってますね。当たりましたね、これすごいね、うん、マスカラ、うん、塗ってるんだあれ。私はやってないよ。何？私真っ向から勝負してるから。松高子か私かぐらいです。ナチュラルメイクで攻めれるのは。アップしないでください、アップしないで。ごめんなさい、自分でもちょっと不快感。自分でもちょっとつらくなってきた。もう離れて離れて。さあ化粧落としたらこの子はヤバいと思われているのはこの人です。化粧一番濃いと思われてる。その顔は偽物だって。そんなに変わんの。化粧落とすときにはもう絶対ここがブワッてやったら黒くなってんだ。うわぁ。その時に申し訳ないなって思わない。あ、私こんだけ偽ってるっていうのが。洗顔フォームがすぐなくなっちゃう。洗顔フォームすぐなくなっちゃう。下にもそれ自分が入れてんの、白いのは。あ、はい。なんで500円なんで。いや、値段聞いてない。それでは予想が当たった光浦さんにはサボテンをプレゼント。見事予想が当たりましたね。やった、うん、変わるって予想しましたね。やりましたね。さすが、はい、マスカラ的中です ね。すごい勢いで見られてるわ、ね、はい、化粧としたらこの子がヤバいは後藤ミランちゃん。おめでとう、おめでとう。マイちゃんはそれで女の子にラーメンとかかけたりとかして。さあ続いて2問目。2問目は性格に関する質問。2問目こちら。この子敵に回すと怖い、うん、いつかこいつは私を裏切る、うん、もし友達じゃなかったらこの子は恐ろしい、表向きには分からない裏の顔を教えてください、はい、誰怖いだろう。あ、分かんない。4番じゃないか。怖いでしょ。やっぱりそうだよね、呪いの詩。いや、呪いって書かない。勝手に考えただけでしょそれ。3番はね、性格悪いっすよこれ。なんで。
なんであなたサンバを憎んでるんですか。いやちょっと分かるんやけど目がね、この目性格悪い目なんですよ、うん、どうだろう。一番は悪くないでしょ。悪くない。あの子は多分そのまんまの気がすんだよな、うん、何も考えてない、うん、どっちかって言ったらバカなタイプ、うん、2番とかちっちゃいから怖くないんだよいや悪魔か天使かのコントをしますって言った時にキャスティングすると多分2番は悪魔に行って、まずコントで考えるからお笑いなんですよじゃあビジュアルよ、ビジュアルから、うん、え、これじゃあちっちゃ頑張って2番ここで行こう、うん、これ3番、 3番。さあそれでは発表しましょう、この子を敵に回すと怖い。あら2番まさきまい、昔いじめグループだったから。おい私の洞察力はすごい恐ろしくなってきたよ、ね、じゃあ次はよいしょ、2番まさきまい、恐ろしいね、いじめの武勇伝がすごいという噂。おいおい次はよいしょ、3番高原智美、自分には甘いけど人には厳しい。3番高原智美、失敗を見て、すぐ、笑うからと。智美ちゃんに質問です。はい、2番の舞ちゃんが性格悪いって本当ですか。女子校の時にいじめグループだったみたいなんですよ、舞ちゃんが。そう、それで女の子になんかラーメンとかかけたりとかして、いじめ。熱いラーメンを、冷やし中華ならまだいいですけど、熱いしラーメンだしベタつくし、豚骨ですからね、わかんないじゃん豚骨とか。そういうかもしれないし、味噌かも。なんで豚骨になるの。あんた作ってるよ。作ってる。博多なのあの人。博多も決めすぎだろ。他にどんないじめして、前髪切っちゃったりとか。古いタイプの、スケバンタイプの、うん、スケバンだよ。そうですね。愛していいですよ。怖いね君パンツ丸見えだよここのスリットが真ん中に来てるから。ミランちゃんに質問です。2番のマイちゃんが、敵に回すと怖いって思いますか。見ちゃダメ。はい、思う、思います。それはどういうところで。昔いじめをしてたっていう。それなんで有名なの。そんなに自分が言うの。誰が言ってんのを聞いた。3番か。本人。本人が言ってんの。私昔、今はどうなの、いじめたりすんの。今は全然ないんですけど、うん、中学の時って言ってました、ね、だから私を何かすると怖いわよっていうのをもう初めから言ってんのかな、そういうことなのかな。なるほどね、うん、発表しましょう、うん、この子敵に回すと怖いと思われているのはこの人です。アモミちゃん、はい、自分には甘いけど人には厳しい。友達とかじゃなくて男の人に対して。男に厳しいの、はい、どう厳しいの。マメにしてもらいたい。でもあんた男らしい人好きだって言ってなかった。マメな男らしいやつなんだ。だから人に厳しいんですよきっと。いや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 、違うの。矛盾矛盾。そうですか。でもご飯食後とか、うん、爪楊枝使え、白草掘れ、白草掘れ。まあマメで強引ですね。マメで強引からそういうことになる。それでいいの。いいから。それでいいんだ。それがいいんだ。白草掘れでいいんだ。そういうことね。難しいね。で、舞ちゃん。はい。舞ちゃん昔いじめっ子だったんだ。違いますよ。違わないでしょ。違う違う。違わないでしょ。ラーメンぶっかけといて。あれは。あれはってあるんじゃん。何？あれはラーメンかけ合いっ子。そんな。嘘だよ。自分かけられた？自分かけられた？かけられた。嘘だよ。いじめっ子集団にはいたんでしょ。それは事実なんでしょ。いない。嘘だ。じゃあなんで人の前髪切ったりするの、うん、違う、あれはですね、切ってあげてたら、だんだんぐちゃぐちゃになってきちゃって、こんなになっちゃった。それはクラスでもおとなしい子をそういう風にやってたんでしょ。そう別におとなしい子って私も他にどんないじめしてたの。他にやってない。そういう時期もあったんでしょ。今は違うんでしょ。今は違う。昔はいじめっ子だったんだ。認めないの。なんで。反省してるんだったら認められるじゃん。昔いじめられっ子って、はい、いじめってかっこ悪いよって前園が言ってたから、それかっこ悪いんだって。古いな、うん、かっこ悪いからやめたんだ。そう、あれでやめたんだ。そう。ゾノすごいね。ゾノはすごいね。やるね、あいつは。それでは見事予想が当たった光浦さんにはサボテンプレゼント。舞ちゃんのゲットですね。また出てきた。
しまった。正木舞でゲットしましたね、うん、ごめんなさいね。この子を敵に回すと怖いは、正木舞と高原智美。さあ続いて男に関する質問3問目こちら。男なしでは生きていけない。朝から晩まで男のことばかり。男だったら誰でも OK、 エッチ大好きというニュアンスも含め、男が全てという子を選んで書いてください。さあお書きください。どうぞ。予想は3番。ともみ、俺も3番。4にはなんないんだ。4になんない理由は、これは逆に4はなんかね、うん、孤独が似合うんだよね、うん、人からもそう思われてると。仲間が、うん、分かりました。男なしでは生きていけない、はい、あ、誰だろう。2番、まさきまい。中学2年生から男がキレたことがないから。いや、そうか、そっちもありやな。ヤンキーか、うん、じゃあ次は、よいしょ。2番、まさきまい。浮気してもバレなきゃ浮気じゃないと言っていたから。あれ、じゃあ次は、よいしょ。1番、後藤未蘭、甘えん坊だから。最後2番、まさきまい。浮気されたら仕返す。わお、悔しい。あー残念、三浦さん残念。あーもうカナダは好き旅行ない。いやない、全問正解でもないです。ないですよ。あ、そう。さあそれでは発表します、はい、男なしでは生きていけないと思われているのはこの人です。おめでとう、まいちゃん。ありがとうございます。浮気したら仕返すんだ。しないですよ、しない。誰かが嘘ついて、あら、あら、人のせいにしたまた。してないですよ。分からんよ、あなたを陥れようとしている女がいるかもしれないしね。ことを荒立てないで。でも中2から男が途切れたことないんでしょ。それは事実。それは、ね、でもずっといるんでしょ、基本は。男いないとダメなタイプでしょ。でもそうですね、今もいるもんね。はい、うん、あ、三浦さんいつからいないんですか。21からなんで、もう7年か8年か。長いな。やばいよ私、ね、今気づいた。それでは男なしでは生きていけないは、まさきまいちゃんです。さあ続いての質問は仕事に関する質問、4問目こちら。売れるためなら何でもしそうなのは誰。ここで仕事に関する質問。売れるためなら何でもあり、自分だけが売れればそれでいい。売れたもの勝ち。友情よりも愛よりもとにかく売れるために必死という子は誰という質問に、三浦さんは野蛮のちーちゃんを予想。果たして結果は。まず自己中だからと書かれた3番のともみちゃんに1票、そして涙を武器にすると書かれた2番のまいちゃんが2票獲得。残り1票は知り合いが多いからと書かれた4番のちえちゃんと意見が3つに分かれた。発表します。おい、昭和の女これ。売れるためなら何でもしそうなのはこの人です。すぐ泣くんだ。はい、あー、超泣き虫です。え、泣く。泣いたら許してくれると思うから泣くんでしょ。それがもう生きてきてずっと身に染みついてるからそういう風になるんじゃないの。違う、違う。 なんで泣いちゃうの。脳みそと涙腺ってつながってんのね。そうなんですか。やばいと思ったらあなたの防衛反応で涙が勝手に出てくる仕組みになってんの。へぇ、嘘、今作ったの、ね。納得しちゃった。なんか泣きたくないんですけど、うん、出てきちゃう。ほら、お、直結してんだよやっぱり。ドラマとか見てると、うん、結構泣いちゃったり。そんな君が感情的だとかって、そんなのは別にどうだっていや、そういう意味で言ってるのかもしれない。うん、そうですか、わかりました。はい、それでは売れるためなら何でもそうなのは、まさきまいです。最後の質問は人間性に関する質問、うん、最後の質問こちら。あなた人生やり直したら。あなた人生やり直したら。あら、これまでの質問の答えを踏まえた上で、うん、性格、行動、考え方などトータルで見てあなたの人生間違ってるという子を選んで書いてください、うん、さあ、うん、これは誰がそういうふうに思われてるでしょうか。
けどね。まあね、分かったことは3番は2番を嫌い、うん、で4番は仲間じゃない仲間ですよ。何を言って仲間ですよ。いやだって会話に入ってないじゃない、いつもバトルとかに。だからそういうのを、なんだろう、陰でそのこの仲間内を支えてる一人なんですよ。どうしようかな。4番なんて悲しそうな顔してんだよ今。何を考えてんだろうね、うん、何を考えてるんだろう。ひさめ、ひさめかけてあげて、ひさめもうじゃあ私はこれは4で4 4好きなんで4。あなた人生やり直したら誰だ。やっぱりね、ずるい生き方だから。じゃあ次、よいしょ。3番高原智美、優しい人になって重いですよ、うん、厳しいのか。じゃあ次1番後藤美蘭、海外生活の経験を生かしたら。全然生かせてない確かにね。じゃあ最後は2番、まさき舞、たくさんの人を泣かせてきたから。あ、やっぱ2番ね、ここ。なるほどね、うん、なんだろうね、別にね、本当に魅力のある女の子じゃないのにねさあ発表いたしましょう、うん、あなた人生やり直したらと思われているのはこの人です。舞ちゃんです。はい、って思われてるんだって。人生をやり直したらと。なんで3番の方ばっかり見るの。あ、こっち見にくい手が見にくいんです。嫌いなの3番が。ん、嫌いじゃないですよ。好きじゃないの。好き本当は好きで4番の人は好きなんで笑うんだよ。なんで笑うちえちゃんはこのグループでどういう存在の人なの。ポジション、なんか、それぞれにこうまとまった時に別にそれで仕切ったりとかするわけじゃないんだけど、一人一人なんかこういうことあったんだけどとか、そういうのをこうちょっと話聞いたりとか、聞いてあげたりする役。普段ちゃんと楽しい会話とかしてる。してますよ。みんな楽しい。帰って放送見てみ、多分ね、すごいポツンとしてる言うことないじゃん別に彼女選ばれてないんださあ、はい、あなたの人生やり直したら、まさき舞ちゃん、おめでとう。さあ、今夜の結果どうなってるでしょうか。今夜の闇好きクイーンはこの人です。それではやみつきクイーン以外はバスの方にお戻りください、はい、あなたがやみつきクイーンですけども、はい、どうですか選ばれた感想、はい、でも平気だもんね。結構後で言ったやつ全部仕返ししちゃえば、うん、そういうタイプなの。違う、そういうタイプじゃん。もう今更遅いよ、かなり君、うん、この番組出てイメージダウンします。そう、すごい勢いでこれ好感度下がっちゃうよ、うん、そうですかね、うん、まずいじめっ子を認めなかった時点で、うん、もうイメージがかなり変わって。いじめっ子じゃないもん。ほらまた下がった。本当、ま、そこ認めた方がね、あの、うん、好感度上がる。じゃあ本当に曲げ上げてしてたんですよ。曲がりました。嘘をつき通せばいいですよね。そう、そうって、はい、誰もあんたの味方なんていいやし俺も旅行なんか行ってくれなんて思ってないからねさあ、カナダスキー旅行行きをかけて友情の選択をしてもらいます。このままお友達でいられるならお友達コースも、お友達でいられないのならお別れコースを選んでください。お友達かお別れか、運命の選択です。お友達、でしょうか。ヤミスキクイーンが選んでもらいます。片方のボックスには天罰が、もう一方にはカナダスキー旅行が入っております。ピンクの豚かブルーのライオン、どっちを選びますか。はい、自分で決めな、自分のせいだから。まいちゃんがライオン。ライオン、ライオン、はい、ではブルーのライオンの方に皆さんお入りください、はい、今回はピンクの豚なんだよねあら、なんで知ってんすか。ねえ、さっきから当たりますね。じゃあ私の顔当たるんだもん、ね、さあそれでは参ります。カナダスキー旅行か天罰か、さあどっち。
ります。カナダスキー旅行か天罰か、さあどっち。ちょっとずつこうつけて可愛さとか、ね、これつくわけないピョンってね、こう下向いた時ピョンってつけて、うん、性格のクソ悪い、ほんとそんなに可愛いと思うかっちゅうねん、すごい、そうですね。さあ、どうでしたか、みずら。いや、論文の凄さに感動しました。私の性格の悪さだったらね、こんな小娘ちょいやって可愛いもんだよ、見たって。で論文と一緒に楽しみたいという方は、住所、氏名、年齢、希望、人数、番組の感想などを明記してご覧の宛先までどしどしご応募ください。このかかったのをいいことに、まあ、いいふうに考えて、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、そうだな、なんだろう。もう飲んでる、飲んでる、もう乾杯。乾杯。はい、乾杯。乾杯。